2018年の3月20、今日は何日だ、6、7、8かな、8、合ってますかね、28日ですね、水曜日の朝ですけれども、ルカの福音書の23章の39節からお開いてください。十字架の言葉のシリーズの2つ目です。39節、168ページ、1つ前の方は103ページですね。39節から見します。十字架にかけられていた判断人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私を救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様はあなたの報いの位にお付きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様の2つ目の言葉は、天の御言葉を通して他に語ってください。イエス様にあったりします。アメン。イエス様の2つ目の言葉はこの43節の、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉で、この強盗の どちらかわかりませんが、この両端につけられていた、右と左につけられていた の片一方の人に向けて語られた言葉です。で、2人この強盗人は他の聖書を見て分かりますように、強盗どもはって書いてあるように、最初は2人ともイエス様のことを、悪く言ってたわけですね。お前は自分を救って俺を救えっていうふうにね、そしてこうあがだけって言ったわけであります。ところがイエス様が、父を彼らを許しください、彼らは自分何をしているのか分からないのですと、月曜日に話しました言葉ですけど、それを繰り返し繰り返し祈られていたんでしょう。そのイエス様の姿を見た時、そのイエス様から流れてくるものの中に、本当に今まで体験したことのない温かい愛、そして清さを感じたんだと思います。この合格犯罪には2人とも犯罪なので、自分の汚さと同時に人間の汚さを見てきたと思います。ある意味で最も悪い人間っていうのは、人間の最も汚い部分を見ています。自分だけじゃなくて周りにも。ですから汚いものをいっぱい見てきてる。でもそれだけに逆に、本当に清いもの、本当に清いものに触れた時に、そういう感じだと思う。で、本物の愛に触れた時に驚いたと思う。で、この人から流れてくるものの中に清さを感じ、その人の言葉が本当にこう内側から出てくる、愛から出てくるものであることが分かったと思うんですね。その時にこの人は、この方は違うって、この方は本当の神様だと分かったんですよ。だから一人の方が、あなたは気づかないから自分を救うと私を救えって言った時、最初は自分もそう言ったんですけど、はっと気がついて、いや待てよ、ちょっとお前は神もそれなのかって、この方は神様だと、お前と俺は同じ刑罰を受けてると、俺たちは遠出向けて当たり前のことをしてきたんだから当たり前じゃないかと、でもこの方は違うと、これは神様じゃないか、なぜ神を恐れないんだと言ったわけですね。で、気づいたわけですね。で、面白いのは、我々は自分のしたことの報いというのだから当たり前だと、つまり俺たちは当然殺されても当然で、それでおかしくない、でもこの方は何も悪いことはしなかったと気づくわけですよね。おそらくここで初めて会ったんじゃないか、噂は聞いたかもしれないけど、でもそのこと気づくわけです。そしてこの人に言うわけですね。イエス様、あなたの御国の位を付けないときは、だから必ずこの方は神の子だと分かった。この方は地獄に落ちるんじゃない、天に帰られて必ず神の御国に仕えると、その時に私を思い出してほしいと。だからこの段階でも復活を信じてるわけですよね。 この人は天の御国の位に着くと、で誠の神様と信じてるわけですよね。神だから神の御国に着くというわけだ。そしてその時思い出してほしいと言ったわけですね。つまり私のことを思い出してほしい、つまり救ってほしいんですけども、本当に罪に気づいた時に、もうとても救ってくださいなんて言えない、とても自分の罪の大きさに気がついて、とにかく私のことを思い出してほしいとしか言えない。でもこれは彼が本当に悔い改めが真実だったからです。思い出してほしいって言ったんですね。 Remember me ですね。そしたらその瞬間、イエス様はこの人の悔い改めが真実であった時、その悔い改めがどんな形であろうと、どういうことであろうと、真実な悔い改めはその瞬間神に届くんです。どんなにうまいこと悔い改めても、真実じゃない悔い改めは神に届きません。でも本当に真実な悔い改めは、言葉がどんなに下手であろうと、言葉にならなこうと、うめきであろうと、真実な悔い改めはその瞬間神に届くんです。言葉にならない言葉であっても。でも真実じゃない悔い改めっていうのは神様に届かないんです。これはすごく大事なところなんですね。で、この時この人は悔い改めたっていうのも思い出してほしいとしか言えなかったけど、本当にこの人は神だと分かって、自分たちは罰を受けても当然だって心の底から思ってる。
多くの人はそう思ってない。なんで私が罰を受けないのと思ってる。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないのと思ってる。その間のその時はまだ悔い改め真実じゃないんです。真実の悔い改めっていうのは、私は当然受けて当たり前だって、もう当然受けて当たり前なんですって、しかし神様は憐んでくださいっていうのは悔い改めですよね。でこの人はもう当然じゃないか俺たちはって、もうそれだけもどうしようもないんだからって、でもそれこんだけ悪いことしたんだから当たり前だって言うかもしれませんが、もう一人の方はそんなこと言ってないんですよ。お前俺自分を救って俺も救うよって言ってるんですから、どんだけひどいことをしたって人は俺は当然だとは言わないですよね。でこの人は本当に私を受けて当たり前なんですって、でもそんな私ですけど思い出してほしいって言ったんです。その瞬間主様は誠にあなた方につけ、いつもより誠にってのはアーメンっていうことで、大事なことを言うときしか言わない、誠にあなたにつけますって言って ね、あの口を決して開かった主様がその瞬間口を開いた。あなたは今日、いつもよりこれは今日っていうのは今っていう言葉の訳せる、この瞬間、もうこの瞬間から私と共にパラダイスにいる、もうこの瞬間からあなたは私のものだ、天国になって永遠の命が与えられましたよって、私と共にパラダイスに天国のもとになりましたって、天国の準備ですと言ったんですね。十字架の苦しみのそのただ中が天のものとなったって言ったってことですね。悔い改めた瞬間、人はそこに天国を見出します。神が来てくださるんですね。で彼はこのあとこの地上の命はなくなりますが、間違いなく天国にキリストと共に行きました。でここなんですね。でこの人が本当にイエス様の愛に触れた時、イエス様の言葉に触れた時見出したんで、面白いんですよ。聖書は証言、もう一人は同じようにイエス様のことをあだけったんだけど、もう一人は最後まであだけって分からなかった。ここに関しては分かりません。もうただ本当のは二人とも分からないはずなのに、一人は分からせてくださったのは神の憐れみです。でどうしてもう一人分からなかったのか分かりません。神様の方に非があるとは思わない。 ね、でも二人のうち一人は、ね、これすごく聖書は正直なんです。そこのことは私には分かりません、ね、でも一人は間違いなく分かった。そしてリバイバルっていうのは、人々がこの悔い改めた人のように神が変えてくださることなんですよ。でなんで私の愛する者がこの二人のうちのこの人、悔い改めた人のようになることを信じて、そして本当にこの恵みに預かれるように信じることなんですよね。でこの人はイエス様を見た時にそれを気づいた。で私たちも根本的にイエス様とは違うけれども、不条理な十字架を忘れた時に、根本的に身代わりはできないけどもイエス様のように、怒ったり怒ったり文句しなくて、本当にそれを受け止めて感謝して、本当にこのイエス様のように許すことができたときに、何が起こるかというと恵みに預かれるんですよね。人々が救われていきます。これはね、どうぞ覚えておいてください。で十字架を引き受けることは神の栄光を見る最も近道です。これはどうぞ覚えてください。だから十字架を見直していただいたら、なんでってなくて、それを本当に喜んで受け止めたときに奇跡が始まっていきます。それはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。あなたは今日私と共にパラダイスにいる。私このことが好きなんですね。どうしてかって言ったら、この犯罪人はいいですか、このあと何もキリストに返せないんです。おそらく賛美することもできなかったですよ。もう苦しくて、私思い出しくださるのは精一杯で、もう、ね、十夜刑ですから死を待つだけで、あとは狂って死んでいくだけなんで、普通なら、ね、賛美すらできない、献金もできない、このあと死ぬのために人生に生きることもできない、ただ十字架で狂って死んでいくことしかできない。でも彼は救いが与えた。そして2000年後長崎の地で語られている。私はこのメッセージが好きなの。伝道説教するときにで、このメッセージたくさんの人は救われた。ということは彼の悔い改めは、彼は何も返せなかったけども、彼の悔い改めを通して実は永遠にこうね、神様はこれを持ち上げて救いを与えることができたんです。人の計算とかではない、真実な悔い改めは神の栄光と技を本人だけじゃなくて多くの人に与えていくということをね、知っててほしいと思います。神の方法は人の方法とはありません。違います。効率よくことをなされるのではありません。神は真実の悔い改めを通して驚くべき栄光を表されることを覚えてほしいと思います。天様、御言葉をありがとうございます。私たちがこの十字架の恵みによってくださりました、この十字架の恵みの中を歩み、そしてあなたの憐れみによってその十字架を共に担いながら、神の奇跡と栄光、驚くべき救いを見ていくことができるように導いていってください。イエス様の名前をお呼びいたします。アメン。今日も天の神ご自身があなたを成功させてくださいます。その主に期待しながら共に一日を過ごしましょう。